後半なんですけども結構釣れ始めてるみたいなんで、今日はビッグベイトメインでやっていこうかなと思います。やっぱりこうブラジル行ってずっとトップやってたんですよ。で私はもうトップ面白いなってなって、でやっぱトップのこうブラジルで培った技術を試すにはやっぱり東京アシーバスが一番いいんじゃないかみたいな感じで、今日はそのまあ答え合わせじゃないですけど培った技術をここで発揮できたらなと思います。はい、はい、まずはキックノッカー168、これ最近出たやつなんですけど、これのダウンサイズをめっちゃブラジルで使ってて、すごいドラーダとかピーコックもアロワナもめっちゃ釣りまくった。もうこのカラーも同じ。私はこのルアーをねすごいブラジルで使って好きになったんで、まずはこれから使っていきます。飛ぶしね、これめっちゃ飛セレクトカラー、サプライズキャンディー、キラキラ光るやつ、ちょっとこれでやってみます。
こいいね、やっぱりシーバスね、目がクリクリ、かわいい堤防の脇をバイブレーションでしたうわ嬉しい、やったー、これが東京湾シーバスだ。よっしゃー、もう一本釣りたい、ちょっとビッグベッドで釣りたいで、できればね、頑張ります。引き続きでした。かっこいい、はい、シーバスちゃんいらっしゃい。あ、やっとペンシル釣れた、ありがとうございます。はい、では最後はサイズアップ狙いでラウズジャック、これでランカーを狙っていきます。難しい。お、来た。おっしゃ。
みんなで楽しみましょう。お待ちしております。